自分より強そうなやつと戦いたい。辛いトレーニングもあるんですけど、気持ちいい。うー、最高。パンパンシュパンク。どうもパンク青木です。新年明けましておめでとうございます。明けたね。今年の干支は虎年。虎年、本当に人気を取らないと。うますぎうますぎなのか今回は、はい、パンク青木さんの自己紹介をやりたいと思います。自己紹介めっちゃ遅いけどね。20個今日は質問を私が考えてきましたんで、パパッと答えてもらうと。それでは始めます。パンク青木さんへの20の質問いきます。はい。年齢は30。血液型は B 型。自分の性格は負けず嫌い。人から言われる性格は変。出身地は千葉県市川市。趣味はギターとハーモニカ。特技はギターとハーモニカ。家族構成は父、母、兄。幸せを感じるのはどんな時？幸せを感じる、筋トレしてる時。悲しいと感じるのはどんな時？自分の足が臭かった時。誇りに思うことは何？父親がめちゃくちゃ本を読む。好きな異性のタイプは？俺に優しい人。苦手な異性のタイプは？俺に冷たい人。好きな芸能人は？本田望結。好きなアーティストは？ウーバーワールド。好きな作家は？村上春樹。今一番欲しいものは？本棚。自分に足りないものは？筋肉。将来の夢は？田舎暮らし。最後の質問、これから挑戦したいことは？ボクシング。はい、青木さんお疲れ様でした。まあいくつか気になるところはあるんだけども、趣味と特技、ギターはなんとなく分かってる。これハーモニカって何？ハーモニカはこんな穴が開いて。ハーモニカは知ってるエピソードが欲しい。エピソード大学受験に失敗して浪人してるんですよ。で、浪人してる時にこうめちゃくちゃ暇で、空き時間にハーモニカを練習する。勉強しろって感じ。その後まあ大学に入るんですけど、偶然大学にハーモニカのサークルがあって、だから君ハーモニカやらないってたまたま言われた時に、僕もうやってます、で経験者が来たぞってなってまあそこからずっとハーモニカ吹いてる。それはあれ、経験者が来たぞって言ったけど思ったより大したことなかったと思われた感じ。完全に大したことなかったそもそも楽譜読めないあと気になったところでいくと、幸せを感じるのはどんな時で、筋トレしてる時。筋トレしてると何？幸せなの？パワーなんですよ、結局は結局はパーソナルトレーニングのジムに実は通い始めていて。え、そうなの？まあ、そこで、まあ、辛いトレーニングもあるんですけど、気持ちいいって言いながらね、めちゃくちゃやってますよ。気持ちいいって言いながらやってるの？変態じゃん。いやいや、それから繋がるのかもしれないけど、これから挑戦したいことって、ボクシングやりたいの？やりたいというか、もう始まってはいるんですよ。何を目指してるの？自分より強そうなやつと戦いたい。それだけですね。ボクシングの体験教室行きまして、君なんか才能あるね。多分1年でプロになれるよ。目つけられた。目つけられて、もうそう言われた瞬間入会しますって言って。また次の日に行ったわけですよ、練習。でこうサンドバッグ叩いてて、で会長が僕の後ろ来て、サンドバッグを見ながら3年だなーっつって伸びた。で初日でプラス2年になって、あっ、はい、右、はい、右、はい、ワンツー、はい、ワンツー、はい、ジャブジャブ、はい、はい、右、はい、右、はい、右、はい、左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 、はい、ジャブ。はい、じゃあ2022年もねスタートしたということ で、 そうです、ね、最後になんか今年の目標を。今年の目標は恥をかくです。と言いますと、まあ、やっぱり何かチャレンジして失敗すると恥ずかしいじゃないですか。なんか大人になってからだと特に。そうだね。なんですけど、まあ、大いに出版区では恥をみんな書いていこうと、一貫が恥を書いてね、こう自分らしくもう楽しい動画をね作っていこうっていうのが今年の目標ですね。まあ、最後はやっぱ恥の多い生涯でしたっていう感じでいきたいと思って。というわけで、出版区、今年もよろしくお願いします。
この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、オツパンク。こっちでやれば。